アイドルオタクの34歳男です。アイドルオタクイコールアイドルに恋愛い禁止を強制して破ったら叩くひどいやつっていうイメージが世間一般に広まっていることが残念です。一部のキモーターの思想がドルオタの常識だと認知されているのが残念です。ひろきさんの結果を教えてください。えっと、一部のドルオタの気持ち悪いやつを排除しない限り絶対だと思われますよそのあの。フェミニスト議論とかでもあるんですけど、その、 要はあの男性が嫌いっていう男性恐怖症の人がいてその平等にしようとかじゃなくて男性の権利を制限することが正しいって言っちゃう人もいやいやそれ間違ってるよっていうのを言わなかったりするのでフェミニストって変わった人多いよねってなっちゃったりするんですよねなのであの泥タの方もそういう気持ち悪い泥タはお前マジドターやめろやっていうのをちゃんと言わないとあっ泥太ってこういうのが許容されちゃうんだってなっちゃうのでちゃんとバッシングした方がいいと思います